はい、皆さんこんにちは、吉田典正です。本日は2012年、3月11日でございます。そうですね、ちょうど1年前にですね、東日本大震災が、起きたその日でございます。午後のですね、2時45分か6分か7分ぐらいだったと思いますね、地震が起きたのは。その時、あなたは、どこにいてどうしていたでしょうか。僕はですね、某、マックスバリューさんのですね、2階にあるトイレの中にいました。用を足していってですね、なんかこう、クラクラするんですよね。なんか、すごい、なんか気持ち悪いとクラクラしてんな、頭が、と思ったんですよ。自分がね、周りの人がですね、騒がないもんですから、自分だけかなと思ったら、あれ、なんか揺れてるなって、隣のおじさんが言ったんで。ああ、やっぱりなんか揺れてるんだというふうに初めてね、思った時でしたね。はい。それから、3ヶ月ぐらいしてですね、私と仲間たち3人、4人でですね、宮城県南三陸町の方にですね、微力ながらですね、ボランティアに行かせていただきました。その時の模様、まだ一部だけですね、動画にアップしたんですけども、ほとんどアップしておりませんでしたので、本日ですね、アップしたいと思いますので、ご覧ください。どうぞ。はい、皆さん、こんにちは。吉田典正です。こちらはですね、ブログで予告した通りですね、宮城県南三陸町に来ております。後ろに見えるのがですね、ボランティアセンターの受付などをしているセンターですね。ここにいる人たちは皆さんボランティアを志願してきた方々ですね。岩手県、宮城県多いですね。地元和歌山県ですね。はい、本日初日でですね、ボランティアは終了いたしました。またちょっとね、いろいろお伝えいたしますね。とりあえずスタート。はい、おはようございます。本日、6月の、14日、南三陸町ですけれども雨ですね。雨。はい、再び吉田典正です。南三陸町ですね。何でしょうか、これは。電気工事をしておりますね。そしてこちらの瓦礫の山がすごい状態の、この辺は海抜が非常に低くてですね、今もこういって復興作業が続いております。建物、そして、車、バイクなどなどですね、流されてしまった状態なようですね。はい、こういう状態はですね、実は一部でですね、はい、こちらの方復興作業をしておりますが、あれます。ほとんどの方はですね、ボランティアでですね、復興支援していただいているようです。自衛隊の方とかですね、企業、いろんな団体がですね、ユニセフとかですね、いろいろ復興作業をですね、しているそうで。あ、こちら鳥居ですね。鳥居が倒れております。車もすごい形で仕上げておりますね。はい、前方の左の方でしょうかね、海があるわけですけれども、そちらがですね、津波によってこういう悲惨な状態になっております。こちらの建物は何でしょうか。パチンコ屋がこの辺多かったんで、ひょっとしたらパチンコ屋かもしれませんと思ったら、そうですね、この辺が。まず車走らせておりますけれども、瓦礫の山が途絶える状態ではないですね。このはい、本当にですね、別世界という状態になります。あれは病院でしょうかね。この辺りにですね、コンビニエンスストアとかガソリンスタンドがあったという情報を知れてるんですけども、見る影もございませんですね。はい、
この瓦礫の山の上をですね、鳥が何羽も飛んでいる状態ですね。はい、さらに続きますね。さらに続いて現実ですね。ああいう高い建物もですね、被害を受けているという状況になっていますね。地震から約3ヶ月が経っておりますけれども、この辺りの復興はまだまだ、続く状態のようですね。こちらは何でしょうか、トイレですかね。本当に見渡す限り、物が流された跡しか見えないというそういう状態ですね。はい、というわけで、本日私たちもですね、ボランティア活動ということで、民家ですねの、まあ後片付けっていうんですかね、そちらをやらせていただきました。まあ、本当に、人間一人一人はですね、すごく小さな微力の力ですけれども、協力してですね、ここも早くですね、被災地の方の通常の生活へ戻る状態ですかね、そういうのを願ってやまないというふうに感じましたね。あちらは何でしょうか。この大きな建物は何でしょうか。なんかわかんないですけど、瓦礫置き場となっております。こちらは何でしょうかね。吉池地養成所しかなんか事務所ですかね。一瞬ちょっとわかりませんでしたけど。でもこんな広範囲であるっていうのはちょっと驚きですね。はい。ということで、ボランティアは明日も続きます。とりあえず、本日はちょっと驚きの連続でしたね。はい、ということで、本日は以上です。ということでした。皆さんご覧になっていただいてどうだったでしょうか。本当にですね、自衛隊が、仮設でですね、お風呂を作ってくれてですね、その中に入らせていただいたり、ボランティアのセンターにですね、まあ、トイレですね、トイレも設置なんかがありました。非常にですね、もう、なんて言うんでしょうかね、まずお風呂で寝るとこ、僕たちは車の中で寝たりですね、テントを500円で借りてですね、そこで寝たりとかですね、夜寒い思いもしました。ですね、生活、ボランティアから帰ってきてですね、僕らは普通の生活に戻ったわけですね。で、本当に普通に布団で寝られることにやっぱり感謝、いたしましたね。で、本当に普通にお風呂に入れることにも感謝ですし、水洗トイレ、本当に水洗トイレにも感謝ですね。飲み水、これもですね、本当に蛇口をひねれば出てくるって、これも感謝ですし、はい、食べ物もそうです、飲み物もそうですし、あとですね、瓦礫の山がすごかったですね。道路だから普通にですね、舗装された道路、それを車で運転して通れる、自転車で通れる、歩けて通れる、これにも感謝です。そして通れる学校があることにも感謝ですし、仲間たちにも感謝ですね。家族にも感謝。普通の当たり前のことですね。その当たり前じゃない世界に僕たちがいたので、その当たり前じゃない世界から戻ってきた時に、普通のことにですね、やっぱり感謝っていうのがですね、できたことが考えられる体験をしたんだなというふうにね、思います。この企画をですね、ボランティアですね、行かせていただいたのは、うちの会社の会長が、考えてくださってですね、僕たちをですね、まあ、出発させていただきました。ですので、本当にですね、会長にももちろん感謝です。そういう機会をね、作っていただいたんで、まあ、全てのことに感謝ですね。そういった勉強をさせていただいたと思います。本日はそんな感じでございました。ありがとうございました。まだお会いしましょう。